宝くじに当たる確率より隕石に当たって死ぬ確率の方が高かった。一生に一度は当たってみたい宝くじの一等。年末ジャンボ宝くじの一等当選金額は前後賞を合わせなんと10億円欲しいですね。一等が当たる確率は2000万分の1なんです。人が一生の間に自動車事故に遭う確率は90分の1。火事に遭う確率は250分の1。竜巻は6万分の1。落雷は13万5千分の1。サメに襲われる確率は800万分の1で、アメリカの宝くじパワーボールに当たる確率は1億9500万分の1になるのだと言います。さらに局地的な隕石、小惑星、彗星の衝突で死ぬ確率は160万分の1。宝くじに当たる確率よりも隕石に当たって死亡する確率の方が100倍以上も高いという結果が出たそうなんです。シロアリはゴキブリの仲間だった。その名前からして一見近い関係にあると思えるアリとシロアリ。しかしアリは蜂の仲間なのに対し、シロアリはゴキブリの仲間と、実は全く種類が違う昆虫なんです。アリの祖先が現れたのは今から約2億年前だが、シロアリの出現は今から3億年以上前の石炭紀頃と言われています。ちなみに、羽アリとシロアリは姿が似ていて区別がつきにくいが、羽の形が見分けるポイントなんです。シロアリは4枚の羽がほぼ同じ大きさなのに対し、羽アリは大きい前の羽が2枚と小さい後ろの羽が2枚ついているんです。雷は金属に落ちるというのは間違いなんです。雷が近づいた時は時計など身につけている金属類を外した方が良いというのが定説でしたが、最近の研究では外しても雷の落ちやすさには変わりがないことが分かっています。もし雷が発生した場合、雷は周囲よりも高いところに落ちる性質があるので、すぐに地面に伏せて体を低くするのが得策なんです。また大きな木が近くにある場合には要注意です。木に落ちた雷の電気は近くにあるより電気が流れやすい物体、つまり人間の体に向かってくることもあるので、幹から2メートル以上離れた場所にかがんで雷が去るのを待つのがいいんです。医者は風邪薬を飲まない。日本人の多くは風邪をひいた時に病院に行ったり風邪薬を飲んだりします。しかしそもそも風邪という病名はなく、一般的に風邪と呼ばれるのは普通感冒あるいは風邪症候群と呼ばれるものなんです。普通感冒は喉の痛みや鼻水、鼻づまり、頭痛、悪寒などがあり、時に発熱や嘔吐、下痢などを伴うことがあります。その原因となるのは9割以上が何らかのウイルスか菌によるものです。しかしこれらのウイルスに効果がある薬はほぼ存在しません。病院で処方される抗生物質は細菌を死滅させるが
ウイルスには効果はないんです。つまり風邪にはほとんど効果がなく、逆に体内の役に立つ菌を殺してしまい、免疫力を下げてしまうことすらあるんです。それでは市販されている風邪薬はどうかというと、こちらもあまり意味がありません。風邪薬は複数の症状を和らげるために多くの薬が配合されていますが、そもそも風邪の症状は体が風邪と戦っている証拠なんです。逆に風邪薬がこの戦いの邪魔をしてしまうこともあるんです。ほとんどの医者は風邪薬を飲むことはありません。それは風邪を治す薬がないからなんです。緊張が止まらない、緊張して怖い、どうすれば緊張をしなくなるのか、その方法をご紹介します。リハーサルやイメージトレーニングをしておく。深呼吸をしてリラックスする。深呼吸の場合は吸うのは意識せずに、長く吐くことだけを意識します。自分に向いている意識を相手に向けます。伝えたい要点をしっかりと押さえておきます。そしてゆっくりとお話しすることを意識するんです。最近髪の毛がどうも薄くなってきたかなぁと思う方は、この薄毛対策をご紹介いたします。睡眠不足の改善をいたします。7時間から8時間は寝るようにいたしましょう。運動不足の改善をいたします。ストレッチやウォーキングなど無理なく続けてみてください。食生活の改善をします。タンパク質とビタミン B 群は肉類や魚介類、亜鉛はレバーやアサリなど多く含まれます。タンパク質やビタミン、ミネラル、亜鉛など髪の毛と頭皮の栄養となるものを積極的に摂取することをお勧めいたします。サプリメントだったらノコギリヤシ配合のサプリメントがおすすめです。ストレスの改善をいたしましょう。自分なりのストレス発散方法を持ちましょう。タバコ、お酒は控えましょう。ヘアケア商品の見直しをいたしましょう。発毛剤、育毛剤を使用してみましょう。クリニックでの治療も考えてみましょう。AGA、男性型脱毛症治療を行いたい場合は、早めに専門の医師に相談、対策を開始することをお勧めいたします。以上のことをやってみてください。一人で悩まずに、いろいろ試してみてください。なめくじには砂糖でも効果があります。溶けてしまいます。冷たいもので頭がキーンとしたら、おでこやこめかみを冷やすと治ります。きゅうりは世界一カロリーの低い野菜としてギネス登録されています。リンスやトリートメントは柔軟剤がなかったら柔軟剤の代わりになっちゃいます。人間は満腹になると耳が聞こえにくくなる傾向にあります。コンサートに行く前は満腹じゃない方がいいですね。
あくびを止めるには水分が効果的です。ラーメン丼の模様にはライモンという正式名称があります。偏頭痛は手足を温めると治りやすいんです。耳たぶを軽くマッサージすると目の疲れが取れやすくなります。車のフロントガラスは小銭を伸縮性のある布、ストッキングや靴下に入れてガラスを叩くと割れやすいんです。ブルガリアでは首を縦に振るとノー、横に振るとイエスを意味します。理科室の椅子に背もたれがついていないのは安全のためです。 SOS の意味は Save our ship、 私たちの船を助けてという意味です。カラオケダムの裏コマンドで8000番-02 8000-02 を入れると必ず90点以上が出る接待モードになっちゃいます。堂々と嘘をつける4月1日、エイプリルフール、正式には午前中だけという期間があります。安全第一には、品質第二、生産第三という続きがあるんです。アサリは海水中の微生物を食べてくれるので、海水をきれいにしてくれちゃいます。すべての赤ちゃんがラの音で泣き始めちゃいます。ガリガリ君の当たりの確率は 3% だけど、ネットで箱買いすると必ず1本当たりのものが入っていると言われています。日本ではポジティブな意味合いで使われるグッドサイン、しかしイタリアでは強烈な侮辱と捉えられてしまいます。イタリアでせーのと言うとおっぱいと言っていることになってしまうんです。松坂牛の正しい呼び名は松坂牛ではなく松坂牛である。ほとんどの銀行に観葉植物が置いてある理由は、万が一銀行強盗に襲われた時に犯人の身長の目安が一目でわかるようにするためなんです。南極ではどんなに寒くても人が風邪をひくことはないんです。これはあまりの寒さのためにウイルスが存在していないためなんです。掃除機のコードについている赤いテープと黄色いテープ、赤はこれ以上は引き伸ばせませんよという意味で、黄色はここまで伸ばして使用しないと中に熱がこもってしまい発火の原因につながっちゃいますよという意味です。カツラをつけたまま仮装するのは禁止されています。実は七夕の織姫と彦星は恋人同士ではないんです。禁煙を開始する前の最後の一服は普段とは全く違うまずい銘柄にすると成功率が上がるんです。鉛筆一本で約56キロメートルの線を描くことができます。
足の裏を除菌ティッシュで拭くだけで蚊に刺されにくくなります。出雲大社の正式な読み方は出雲大社ではなく出雲大社城です。新大陸を発見したのはコロンブスではなく海賊なんです。ポテトチップスはバーベキューなどの際に着火剤の代わりになってしまいます。切手を舐めると2キロカロリーの摂取になります。天は人の上に人を作らずの福沢諭吉だが、娘が男を連れてきた時は身分違いだと言って別れさせました。地震雷火事親父の元はお父さんではなく台風を意味する大親父である。テレビに一番初めに映ったのはカタカナのイなんです。イゴリラの学名はゴリラゴリラ、ローランドゴリラの学名はゴリラゴリラゴリラになります。大仏がパンチパーマのような髪型なのはブッダの髪型を元にしているからなんです。多くの人がプラスチック製の密閉容器のことをタッパと呼んでますが、タッパというのはタッパーウェア社の製品名なんです。豆知識の由来はうんちくを語りまくっていた人のテーマが豆についてだったからなんです。1円玉を1個作るのには3円かかります。5円玉を1個作るのには7円かかります。富士山の高さは毎年2センチずつ低くなっていると言われております。感情によって涙の味が変わる。悔し涙や怒りの涙はしょっぱく、感動とか嬉しい時の涙は量も多く流れるので薄い味になるんです。涙は濃い口と薄口の味がありますね。かき氷で頭がキーンとする学問的な正式名称はアイスクリーム頭痛と言います。くしゃみの平均時速は 320km。 この数字は東北新幹線はやぶさのマックススピードと同じなんです。体がブルッと震える現象の正式名称はシバリングと言います。寝落ちした時にビクッとなる現象の正式名称はジャーキングと言います。サイコロは1から6では掘られている数が異なるので芽が出る確率は一定ではありません。ロダンの考える人は地獄に落ちていく罪人を上からじーっと落ちてるねーと見ているところを表現している作品なんですよ。日本最大の砂丘は鳥取砂丘ではなく青森県にある猿ヶ森砂丘なんです。ここは自衛隊の演習場ですので一般の方は入場できませんね。キリンと牛は親戚でキリンの鳴き声ももーと
言います。ちなみに瀬川栄子さんももうと言います。宝くじで一等が当選する確率よりも隕石が自分に落ちてくる確率の方が高いんです。人は一生のうち寝ている間に10匹以上のクモを食べています。法律上かくれんぼで鬼が勝手に帰ると監禁罪になってしまいます。ムンクの叫びは橋の上で男が叫んでいるのではなく、叫びに耐えかねて耳を塞いでいる様子を描いたものです。セルフ式のガソリンスタンドには常に監視員がいて、客がノズルを給油口に入れたのを確認した段階で手元のスイッチを入れることで初めて給油が可能になります。鰹節は世界一硬い食品としてギネスブックに掲載されています。宇宙に行くと身長が1センチから2センチ伸びちゃいます。7センチ伸びた人もいますね。これは重力がなくなって椎間板が伸びるためなんです。人間は生まれた時に350の骨があるか、大人になると206になる。これは成長するにつれて骨同士が融合していくためなんです。落雷した時の稲妻の温度は局所的に2万から3万度に達します。これは太陽の表面温度よりも高いんです。最も人間を殺している地球上の生物は蚊なんです。モスキートです。少なくともマラリアなどで毎年100万人以上が亡くなっております。花火大会は女性の性欲を向上させます。エロ漫画という名前の島があります。チョコレートは媚薬としての効果もあるんです。コンドームは医者の名前なんです。カップヌードルのドが小さくなっているのはヌードと間違わないためです。巨乳が最も多い国はイギリスと言われております。ドイツ人医師の研究では IQ が高い女性ほどセックスが大好きだと言われています。北欧フィンランドには同性とのセックスを18歳からとする法律があります。ドラゴンボールの主人公孫悟空は本編で一度もオース、オラ、悟空と言ったことはありません。サザエさんに出てくるマスオさんはホットケーキを焼きながら爆虫ができる身体能力の持ち主なんです。ワンピースのサンジの名前はナルトだった。ドラえもんの本体価格は20万円。安いですね。ハンターハンターというタイトルはダウンタウンに由来します。アンパンマンの中身は粒あんです。風の谷のナウシカはジブリ作品ではありません。ルパンと銭形のとっつぁんは同じ大学に通っていた先輩と後輩なんです。パンケーキのパンはフライパンのパンを意味します。
お菓子などでよく見かけるサラダ味のサラダはサラダ油のことです。キウイフルーツはもともとチャイニーズグーズベリーと呼ばれておりました。もともとホットドッグはソーセージだけで売られてました。トウモロコシの粒の数とトウモロコシから生えているヒゲの数は同じです。ドーナツの穴は生地に火を通りやすくするために開けています。うなぎの血液にはイクチオヘモトキシンと呼ばれる吐き気などを催す毒があります。うなぎ職人さんは眼病が多いんですね。ポンジュースのポンは日本一のポンです。ライオンは暑いと弱そうになります。ハゲちゃいます。たてがみが抜けてハゲになります。サーバルは耳が良すぎて狩りができないことがあります。コアラはユーカリに含まれる猛毒のせいで一日中寝ております。この猛毒を消化した糞をコアラの子供に与えます。正式名称は糞ではなくバップと呼ばれるものなんです。カンガルーの誕生日は適当です。フラミンゴの体が赤いのは食べ物のせいです。餌ですね。魚の鮭と同じでオキアミ赤いですね。エビ赤いですね。その赤いのを食べてるから赤くなるんです。アルパカは気に入らない食べ物を食べるとゲロを吐く。怒っても吐きます。唾を吐きかけてきます。もともとレッサーパンダ、パンダはレッサーパンダのことでした。チンパンジーは自分で自分をくすぐって笑います。イルカは眠ると溺れちゃいます。ホッキョクグマの毛が抜けると肌は黒いんです。マンボウの 99.99% は大人にはなれません。アユは縄張り意識が強すぎて釣られ放題です。友釣りと言いますね。縄張りにおとりのアユを泳がせてそこを引っ掛けるんです。タカアシガニは足が長すぎて脱皮中に死ぬこともあります。動物は基本的には猫舌です。ラッコは何かに手をつないで寝る習慣があります。カピバラは時速 50km で走ることができます。西郷隆盛はデブ戦です。ぽっちゃりタイプなんですね。キリンビールのロゴは坂本龍馬をモチーフにしています。福沢諭吉はビールは酒ではないと言って禁酒中に飲んでいました。南米チリには1キロメートルにもわたる世界で一番大きなプールがあります。オーストラリアの世界遺産エアーズロックは地上に出ている部分は全体のわずか 5% で、残り 95% は数キロにわたり地中に埋まっていると言われております。ブラジルの首都はサンパウロでもリオデジャネイロでもなくブラジリアなんです。
ベルサイユ宮殿にはトイレがなく、貴族はみんなおまるを使用しておりました。サハラ砂漠のサハラは砂漠という意味、つまり砂漠砂漠になります。シンガポールではチューインガムの製造販売が禁止されています。カルボナーラはイタリア語で炭火焼き職人風という意味です。ドイツでは釣りをするのに国家資格がいります。インドで頭にターバンを巻いている人の割合はインドの人口全体のたった 2% なんです。インド人嘘つかない。ケチャップは1830年代のアメリカでは薬として特許が取られておりました。ジャイアンの名言、お前のものは俺のもの、俺のものは俺のもの、はイギリスのことわざなんです。ハワイのワイキキビーチは実は人工的に作られた砂浜なんです。ガッツポーズとは、ガッツ石松さんがプロボクサー時代にやったものなんです。最初はグー、じゃんけんポンの最初はグーをやったのは、8時を全員集合のウエスタンの格好をしたコントでの中本浩二さんと志村健さんなんです。負けた方のパンツの中にうなぎなど生き物を入れるというコントでした。胸の大きな女の人のことをボインと言いますが、これは 11PM で大橋巨泉さんが浅岡幸次さんを見てボインちゃんだねーと言ったことが始まりなんです。ネットフリックスで話題になっております全裸監督。全裸監督とは何なんでしょう。ナイスですねー、ナイスですねーとおなじみの村西徹監督、アダルトビデオの監督なんです。世に DVD がまだ出回っていない VHS のビデオテープの時代の80年代のお話ですね。黒木香織主演、 SM っぽいのが好きで大ブレイクしました。全裸監督とは村西徹さんのことなんです。全裸監督1は80年代を舞台にしており、2は90年代を舞台にしております。